どうもチャップです。今回から新実況アンメカニカルをプレイしていきたいと思います。ということで最初にねこのゲームを軽く説明しておきましょう。このゲームは小さいロボットが冒険しながら謎を解いていく謎解きアドベンチャーゲームとなっております。まあパズルゲームですね。僕の大好きなジャンルなのでしっかりね楽しくなおかつ的確にねスマートにね謎を解いていきたいと思います。ということで早速ニューゲームやっていきましょう。ああこれ音量調整のためにあったやつなんでもうデータなんか一瞬で消していきましょう。最高さあそうそうムービーがあったんですよね。飛ばしたからわからないのですがどんな感じでしょうかね。このなんやろこの僕側僕側というかこの手前側は畑やけどさ奥すっごい近代的やんね。ほんで可愛いなんか間抜けななんやろちょっと抜けてそうなロボットが飛んでますけどね。ほらね一匹捕まったでしょ家族やったんかな4人。もうなんやろ一瞬で捕まえられたやん。虫みたいや虫みたい。ほんでくる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 回って下降りていってこっから冒険スタートなんでしょうね。地下のなんでさらわれたのかとかいうのもね分かってくるかもしれませんからね皆さんお見逃しなく。ん UDK これゲーム会社のロゴとかちゃうかな。ちゃうかったかな。さあさあパイプをつながってなんか珍しい気がするなこのアングル。この何視点っていうのかな珍しい気がする。フューチャーゲームあやっぱりそうですね。ゲームのあれやねゲーム会社のオープニングみたいな感じ。しっかり見といてね皆さん。これ大事やでこれ。ほらテクトルスタディオス様かな。はい頑張っていきましょう。でこの蜂の巣みたいなとこ入っていってなんか珍しいよこのアングル。うまいこと作れてますね。もうこういうところで私はとりあえず感動しますからね。ゲームも始まってないのにタワラゲームズと。さあ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 ウィーンって言ってほらこれタイトルですね。アンメカニカルということです。そしてどこまで私はこれを見せられるのかというね恐怖心が芽生えてきましたよお来た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 。水の中に一回入ったんかな。可愛いですね浮いてるね。洗濯機に中に入れられたみたいな感じでしたけどもそんなこともないかもしれませんね。まあ綺麗に洗いましょういうことよ。おおこんにちは。確実に電源切れとるやんあ動く動く。 F1 って何 F1 を押したら何なのかな。あれあーいやいや誰かキーワードじゃなくて教えてくれんのか。あほんでクリックしてクリックしてあ物を持つんやこれ離したらあ離したら石も投げる。あー捨てちゃったけどいいのかな。水の中入れんのかこれ僕。あ入れるけどやっぱ浮くんですね。じゃあもうこっち行きましょうか。なんかハエのロボットみたいなねハエ型ロボット。左は右なんかこっち行こうかというか左はどうなんや。ウィーンって UFO キャッチャーみたいな感じですよね可愛いな。あ行き止まりか。じゃあ右ですね。これ UFO キャッチャーやん。ほら見てプッ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 プってなんかおならしてるみたいなこれ可愛い可愛いでしょ。タケコプターやん。タケコプターになんか命が宿ったみたいな感じ。あでかすぎたら持たれへんねや。はいはいなるほどね。これはご利用するものなのか。重き詰まっとるけどまあまあまああれですよね。どけていきましょう。採掘していこう。はい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 。これ全部どけても意味ないな。先に進むためだけなんでもうスーッてもう爽やかにねガンガンいきましょう。まあ、今のも軽い謎解きでしょう。謎解きになってない気がしますけどね。これ下降りていくのかな。あ上もなんかあるね。電気でレバーがある。これを引いたら開くでしょ。あれ開けへんな。あ開いた。遅れて開くからびっくりあさっきこっち行こうか。多分右が正規ルートな気がするんですけどね。そんな気がするな。一応行き止まりでも見ときたいので下見ていきましょう。ガンガンダムつけてるけどねハエのようなロボットのような なんていうんやろうね。なんかなんやろうな。タコみたい。タコでもないけどプロペラが可愛い。あこれ潰れんじゃん。潰れはせえへんのかな。これ下は一応いけるのかなこれ。えでも無理っぽいよね。持ち上げれるのかなこれ。これ無理。いやもうめっちゃ重いやんなるほどね。下行って無理やから上から行きなさいと道が分かるというねそういう設計でしたね。はい行きましょう。 UFO キャッチャーちゃんですねこの子は。ほんと UFO キャッチャーみたいだったよ。今のスムーズに通れてよかったですね。初見殺しとかって最悪やったけどよかったよかった。あこれは何かな。あー蓋が開いてますね。はいはい多分詰まったら F1 を押せばなんとかなると思うんですけど。あれまさか今すごいポーズやったけどもしかして逆さは向かれへんのか。スイッチ押しましょうか。カチャってん？これは
これは、え、さっきのとこから石持ってきたらよくないですか。あ、でもここから取れんのかな、無理か。じゃあここから取りましょうか。はい、これ持っていきましょう。 UFO キャッチャーごっこしてここに置くと、はい、どうですか。はい、オープンいうことで、いや、いいやん、いいやん、いいやん。最初やからこの難易度すごくいいすごくいい。で、さっき開くこと確認したので、ここ開けて、なんか今後ろにいましたよね。このほら、僕が立ってる穴の中になんか紫の変な子飛んでいたけど、どこ行ったんかね。もうガンガンぶつかってる、これほら、もう見て見て皆さん、これガンガン当たるために目がチカチカしてますからね、潰れそうなっとる。いや、おもろおもろい。わー、もう好きやね。もう雰囲気が好きなんですよね、僕、この謎解きのゲームというのは。このなんやろ、一見さ、暗いダークな感じに見えて、キャラクター竹子豚やからさ、もうその時点で可愛いでしょ。可愛いは作れるやからさ、皆さん、もうその時点で可愛い。これなこれ、ここなんか出てきそうなんですけど、あ、これを引っ張るのかな。これを引っ張ったら、お、なんかボウリングの球みたいな出ていった。え、どっかいたで。でもん、これちょっとパワー調整いる。そうでもない、これダッシュで、あーあー、まあ、行こうかどういうことなのかがちょっと分かんなかったですけどね。あ、ここにあるぞ、これが。で、これを採掘して、よいしょと、一生懸命 UFO キャッチャーしましょうね。 UFO キャッチャーして、100円1プレイの UFO キャッチャーして、よいしょよいしょ、しっかりつけないとね、持ち上がらないからね。あー、頑張ってる、めっちゃ頑張ってる。すごいね、重たい感じしますよ、操作してたらすごい重たい感じする。そう、ここね、これじゃあとりあえず石、この重たいの持っていこうか。この重たいので、ここを塞いで下に玉を落としましょう。多分小さい穴があったので、これじゃないと無理なんでしょうね。よし、いい感じ。これでどうでしょうか。で、これを引っ張ると、さあ引っ張らして、引っ張らして、 OK、 引っ張りマンボウポン。あ、いい感じ。なんか開けないけどねさあ、この梅干しの種を、乾燥したカチカチの梅干しの種を下に入れます。はい、ピッピカチュウ、ほんで押して、はい、オープン。ん、あ、そうやね、ラグがあるからさ、やっぱ機械ですからね、機械遅延があるんよ。旧型の機械から遅延があるわけで、最新機ではないみたいですね。まあ、何の話してるのか知らないですけどね。はい、電球があります。これなんやろ、全部光らすんでしょ、どうせ。あれ、真っ暗やな、関係ないのか。ここは、ここも、あ、真っ暗ですね。これ引いて緑、ん、赤がちょっと一瞬、あ、はいはい、赤、青、青、あ、青、え、どういうこと。あ、赤、青、青やれっていうことか、今のは。ってことは、赤で青2回引っ張ったらいいのかな。そういうことでしょ、どうせ。青、あ、青、そうでしょ、どうせ。え、当たった、ん、え、あ、え、え、失敗失敗で、もう一回これ引いたら、青、赤、赤、え、あ、青、なんか増えてる増えてるよ。青、赤、赤、黄やって、じゃあ成功してたのかな。青で、赤で、赤で、黄色ですね。なんかこの淡い感じの色の電球めっちゃ綺麗やけどね。はい、黄色クリアでしょ。おー、ティリティーンって、あ、電気が光っていってますね。これ暗記力が試されるわけね。はい、グリーン、青、赤、青、グリーン、青、赤、青、黄色か。はい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 、グリーンだけなんか英語っていうね、喋ってたらさ、わからんようになるかなり集中してたんですよ。え、グリーン、青、赤で、青、黄色やったっけね。そう、そうやね、多分間違ってたらもうシンプルにチャップですけどね。間違ってたらこのタケコブターちゃんが悪いからね。タケコブターちゃん、これで、あ、いけたいけたいけた、よし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 、行くぞ、右に行くぞ、どこかな。あ、めっちゃなんか綺麗な音鳴ってるよ。なんかおならみたいな音も聞こえたけど、これか、これな、これ、うん、ウェーンウェーンとか言ってるけど、 R2D2 か、スターウォーズか。あ、なんかくれたぞ。え、これ割れそうじゃないですか、これすごい割れそうやけど、割れへんのかな。電球を持っていくのか、すげえ明るい、元気玉を持ってるみたいやん。これ悟空とベジータが初めて戦った時のあの小さい元気玉みたいな感じやん、わかります例えが最悪で、これ開けて、これ光の玉入れんじゃん。電源じゃないけど、なんやろ、電力的なもんにならんのかな。ホタルみたいですね。これを入れましょう。うわ、めっちゃ吸い込まれてたやん。で、自分も入られへんの。いや、自分は入れてもらわれへんねや。吸い込む速さだけがインフィニティということですね。で、こっち入って、はい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 。で、下に行きましょうか。あ、ガンガン言っても、ガン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 なっても、ガンガンから、ほら、見てくる、ガンガン。かわいそうなことになっとるね。
これどこまで行ったらいいのか分からんからね。あ、ロボット入ってたぞ今。ロボット入ってた。でもなんか鍵閉めよったぞ。開けへん。今ロボットいましたよね。仲間や。フレンズやん。友達や、友達。友達みたいな。リル&スティッチみたいな感じでしょ。友達って。え、待て、これどうすんのやろ。これ踏んだら、踏んだらっていうか、え、これ軽すぎてちょっと微妙じゃないですか。あ、いけんねや。おう。はい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 。うんうん。これ何これ。え、どういうことこれ。ん、あ、あ、はい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 。はい、はい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 。あ、これやん、これこれ。あ、これや、これ。これがいるんですやん。なんやねんと思ったらそういうことやねん。なあ、わかったわかった。なるほどな。ここ何やったっけ。ここと、で、ここと、んで、ここか。じゃあ、ここだけ置いといて、この何やろ、三角形の角砂糖みたいなの置いといて、で、もうちょっと持ってこないとダメですね。これ、これごと持っていったらいいんじゃん。あかんわ。詰まってる、詰まってる。まだやね、この棒はここ置いといて、とりあえず角砂糖がいるんですよね。甘みをプラスしないと、次のステージにはいけないと。まあ、人生は甘やかしが大事ということですよ。まあ、ようわからんこと言ってますけどね。え、これ全部押すんかな。え、ちゃうと思うんやけどな。3つだけでええんじゃないのか。とりあえず3つでやってみましょうか。無理やったらまあ4つやってみましょう。これ、おい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 、ちょ、待て待て待て。これでこうやって、ほら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 、いけたいけた。ちょっと押し方が微妙やね。このぐらいかな。あ、来た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 、ほら来た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 じゃん。これ食べんじゃん。ここのなんかチラ見してたおっちゃん食べへんの。あー、食べへんみたいね。いらんみたいですね。あ、そこ空いてるぞ。これを持っていくんだね。はい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 。これを持っていくわけですが、どうすん、あ、じゃあここクリアして終わりましょうか。すげえなんか、なんやろ、厳重な扉ですもんね。うわー、これ、あれやん、とりあえず開くやつじゃん、これ。これ、とりあえずやるやつじゃん。はい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 。たぶん、あ、後ろの形にするんや。なるほどね。じゃあこれ、いっちゃん左にしたら、これ、どんだけ開くんや。あー、バラーンって開いて、こっちがやると、一個だけ開く。じゃあもう一回これバラーンってやったらいいんじゃん。バラーンって。あ、違うんや。あ、でもこれできるくない？これで右だけちょんって。あ、え、なんかバグってる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 やん。ちょっと何してん何してん。バグっとったん今ね。で、これ、あ、これしましょうか。で、これガチャってやって、こうなって、さっきと一緒で、ここで半分だけやりましょう。ここで半分だけ。これでいけんじゃん、これで。これで。あ、無理なんや。あ、でもこれできるくない？これできると思う。あ、よしよしよし、いった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 。これで行ったよ行ったよ行ったよ、よっしゃ。ほんでここのでっかいこの厳重な扉が開いて、この元気玉を中に入れたらクリアじゃん。これ元気玉入れんじゃん。これ元気玉入れるんじゃないの。そうでもないのこれ。ただ光ってるだけ。あ、元気玉はここに入れるんや。ここに元気玉入れて開きます。ほんで入っていきますと、おー、なんかステージ1クリアしたのかなこれ。チュートリアル的なんかな。まだいけますね。まだこの難易度だったら楽しくね、スムーズにいけるのでね、ありがたい限りです。ということで、一旦この辺で終わりにいたしましょうか。まあ皆さんあれですよ、この子の名前決めてあげてください。プロペラちゃんとか、UFO キャッチャーちゃんとか、なんかポンコツちゃんとか、なんでもいいんでね。決めてあげてください。ということで、今回から新実況、アンメカニカル、謎解きアドベンチャーゲーム頑張っていきたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いいたします。ということで、今回この辺で終わりにいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。